はい、こんにちは。今回のテーマは高校情報1科目の学習ロードマップです。情報1は大学入試でも始まる新しい科目なんですけど、プログラミングもあってちょっと難しかったりするんですよね。で、他の科目もあるので、正直情報って勉強が後回しになっちゃって苦手って感じてたり、そもそもまともに授業を受けていないっていう人もいると思います。でも断言しますね、それでも全然大丈夫です。僕はこれまでプロの IT 講師としていろんな企業や学校に行って研修をしてきました。研修の満足度日本一の賞もいただきました。その経験を生かして、さらに情報1の教材をたくさん分析して、塾や予備校に行ったら数十万円するレベルの授業動画をセカチャンではアップしてきました。そこで今回はこういう順番で動画を見ていけば、無理なく楽しく、そして最短で情報1をマスターできるっていうおすすめの学習ロードマップを紹介します。セカチャンの動画で模試で満点取れましたとか、クラス1位取れましたっていう嬉しい声がたくさん届いています。ぜひあなたも続いてくださいね。それではロードマップの紹介に入りましょう。セカちゃんでは、授業を受けていない人でも無理なくステップアップしていけるように、教科書レベルの講座から最終的には仕事に役立つレベルの講座まで幅広く公開しています。まず情報1の勉強を始めようというふうに決心を決めたら、初めに学習準備のステップですね。いきなり基礎講座に入ってもいいですし、その前に情報1の総復習動画を見てもらうのもおすすめです。この動画では情報1で習う内容を一つの図にまとめて10分で解説してるんですけど、例えば全体が4章立てなんだなとか、ここが重要なんだなというふうに科目の全体像がわかる動画です。そして情報1の基礎講座、これは4章立てで全部で80本の動画があります。これを一つの再生リストにまとめてあるので、この動画を一つずつ見てもらうか、または章ごとに総集編の動画も作ってあるので見やすい方を見てください。合わせて動画の概要欄や公式サイトでテーマごとの重要度や難易度をまとめた完全攻略シート、動画のポイントや確認クイズ、さらにプログラムもまとめた確認ノートの PDF も公開しています。このあたりを使って効率よく勉強をしていってください。ちなみに3章のプログラミングでは Python と Excel の VBA、 この2種類の動画をそれぞれ作ってあります。ここについては学校で習った言語の方だけ見てくれれば大丈夫です。というわけで情報1基礎講座、これを見れば教科書の内容を一通り理解することができます。さらにその上位科目ですね、情報2科目の基礎講座もあるので、興味がある人はこっちも見てみてください。ここまで終わったら定期テストレベルは OK と思って大丈夫です。ただ大学入試ではここで理解した知識を使ってどうやって問題を解くかというレベルが求められます。続いて情報1の演習講座ということで、基礎講座まではホワイトボードを使った授業形式が中心だったんですけど、演習講座では問題の解説がメインになってきます。さっき80本あった内容を45本に凝縮して、それぞれのテーマごとに3つのレベルの問題を解説しています。レベル1が1問1答キーワードの確認ですね。レベル2が練習問題、情報1の問題集や共通テスト関連の問題、さらに次第入試の過去問も分析して、これをやっておけば大丈夫っていう問題に厳選して解説をしています。そしてレベル3、入試問題に挑戦ということで、そのテーマの過去問にチャレンジして受験勉強のゴールを知る、でさらに解けるようになって自信とやる気を高めてもらう、そんな講座になっています。ちなみに大学入学共通テストではオリジナルのプログラミング表記が使われるんですけど、その対策講座もこの演習講座の中に含まれているので、そこも安心してもらって大丈夫です。さらに勉強を進める上でいろいろ困ったりすることもあると思うんですけど、皆さんからの質問に答える動画とか、おすすめの勉強計画の立て方、このあたりの動画も作ってあります。さらに演習講座の後、過去問の解説動画も作っていく予定です。というわけでここまで見てもらえればもう十分に合格できるっていうレベルに手が届くんですけど、 IT 系の知識やスキルってその後の就職とか仕事にもまさに直結するんですよね。セカちゃんでは就職や入社してからも有利になる国家資格の情報処理技術者試験、この対策動画やプログラミングの授業動画もたくさん公開しています。ぜひ長い目で見てセカちゃんを使い倒していってください。というわけで学習ロードマップ一通り説明をしてきたんですけど、この中の見たいところを見てもらうだけでも十分理解が深まると思います。ぜひあなたのペースに合わせてセカちゃんを活用していってください。じゃあ早速やってみよう、一歩踏み出してみよう、そうやって思ってくれた人はぜひその気持ちを次の行動につなげるために第一歩としてぜひチャンネル登録をしておいてください。セカちゃんではこれからもたくさん動画を作り続けることであなたの背中を押していきます。ぜひ一緒に頑張っていきましょう。それではまた次の動画で会いましょう。ありがとうございました。